フェリオさん、どうしたの？ぼーっとしちゃってさ。ああ、なんでもないぜ。変なフェリオ。なーに、あなたたち。私とフェリオの邪魔しないでくださらない？なに、あなた。フェリオの何だっていうの？そんなことはあなたたちには関係ないことだわ。言う必要があるのかしら。行きましょう、ヒカルさん、海さん。フーちゃん。久しぶりだな、ラファーガー。私も姫を救うため旅に出た。ザガートの一味を追っているうち、こんなところまで来てしまった。ザガートの手下がこの空中庭園にも来ているっていうの？うん。気をつけた方がいいようですわね。我がエアリアの自慢は村を守ってくださる聖なる鳥の像じゃ。なんと我が村の象徴たる成長の像を見学したいとな。ダメじゃダメじゃ。あれは重要な村の宝。よそ者には見せることもまかりなら。聖なる鳥の像に通ずる雲の迷宮の鍵は渡さんぞ。おい！you
の鍵が、クボの迷宮の扉の鍵が盗まれた。あれを隠しておいた部屋は厳重に戸締まりしておいたはず。と言いますと、密室で起きた盗難事件ということになりますわね。怪しい。お前らが怪しいぞ。おい、欲しくったって盗んだりなんかするもんですか。こうなったら私たちで真犯人を探し出そう。それはいいけど、どうやってここから出るのよ。この錠前結構簡単な作りですわ。なんとかなるかもしれません。ヒカルさん、海さん、見てください。
中の灰に足跡がついていますわ。あ、本当だ。どういうこと？部屋の中には灰のついた足跡なんてないのに。わかりましたわ。犯人は煙突から降りてきて暖炉で靴を脱いでから部屋に入ったに違いありません。そうか、そうすれば足跡は残らないものね。でも暖炉の灰の足跡を消していかなかったのは迂闊でしたわね。まだ手がかりがあるかもしれない。煙突を登ってみよう。え？灰だらけになっちゃうわよ。それがどうしたの？聞いた私が悪かったわ。そこに何か落ちてる。これはまさかメリオさんの笛。どういうこと？とにかくメリオに話を聞いてみよう。ますますフェリオが怪しいってこと。フェリオさん、フェリオ、鍵を盗んだのはフェリオなの？あら、私のフェリオにちょっかい出さないでくださいませんことね。フェリオ、私たちは愛し合っているのだから当然の行為よ。フェリオ、本当なの？行きましょう、皆さん。これは一体どういうことなんだ？フェリオが本当に鍵を盗んだ犯人なのかしら。フェリオ、行きましょう、皆さん。鍵を盗んだ犯人が誰で、目的が何だとしても門を開けるために現れるはず。それを待ち伏せることだ。そうすれば本当にそのフェリオとかいう少年が犯人かどうかもわかるだろう。なるほど。じゃあ早速門の前に行って見張ってみましょうよね、フー。ええ。犯人に見つからないようにどこかに隠れないとね。ちょっとワクワクしちゃうのね。張り込みだなんてさ、刑事ドラマみたいじゃない？ふみちゃん、ごめん、ふう。いえ、気にしていませんわよ。ヒカルさん、ウミさん、あの岩陰がよろしいようですよ。さ、隠れましょう。Thank you.
本当にフェリオがやったのか。ふう。Huh?
Thank you.